はい、今緊急で動画撮ってるんですけど、僕のね、一つ下の後輩くんを塾に招待しました。こんにちは。こんにちは。今回ですね、彼の経歴、こちらにね、テロップで表示してるんですけど、緊急で動画撮ってますからね。今回ですね、彼のこの進路にちなんで、大学院生活2年間、ざっと振り返ると、どうだったかなっていう感じでインタビューしていこうと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは1問2問3問で質問続けていこうと思うんですけど、1つ目です。はい、1つ目ズバリ、まず一番気になる入試対策、なんか大学3年4年を経て院進するということで、内部進学だったんですかね、それとも専攻科から行ったんですかね。僕はそうですね、専攻科から外部の大学院に進学しました。あ、わかりました。はい、じゃあ早速入試対策で大切だなと思ったことを1個2個教えてください。はい、2つありまして、で1つ目がまず過去問とか、まあ、これはもう当たり前っちゃ当たり前なんです、で、もう2つ目が研究室見学で、まあ、これがもうほぼメインと言っても過言じゃないですね。まあ、過去問解くってね、もう高専生の皆さんね、テスト前に死ぬほどやってることだと思いますから、なんだ過去問か、いつも通りだって思ったかもしれないですけど、研究室訪問ってどういうことですか。まあ、要は実際にその自分が行きたい研究室に見学をして、でそこでその教授が今どんな研究をやってるのかだったり、まあ、あとは研究室の雰囲気とか、そういうのをまあ確かめる作業みたいな感じです、ね。ああ、面接対策としてそれを行った感じですよね。まあもちろんそうですけど、まあ、僕としてはもうその外部からの進学で入試に関する情報が全くなかったので、その研究室見学に行って、その入試に関する情報を入手するっていうことがもうメインでした。あ、そうなんですね。なんか仮に、ペーパー受ける人でも、そうやって研究室訪問したら、なんか試験の傾向とか知れていいっていうのは聞きますけど、そう思いますかね。そうですね。あ、ありがとうございます。やっぱりね、面接オンリーだったんだよね。以前の動画で撮ったと思うんだけど。あ、そうです、ね。これはテロップとかで出してるんでね。うん。なんで一応確認でね、皆さん全体知らせるために言いました。じゃあ次行きましょう。入った前後、まあ、要するに高専の専攻科で生活してて、はい、まあ、その大学院想像妄想するわけですよね。入った前後でのギャップとかって何かありましたか。それは結論あって、でまあ、僕の中でのギャップっていうのは周りの学生のレベルについてくれるかどうかっていうところでした。まあ、先輩ご存知だと思うんですけど、僕わりかし名の知れた大学院進学したじゃないですか。だから結構その名の知れた大学院だから周りにいる人たちっていうのもかなりもうレベルが高いのかなみたいな思ってて、もう結構入学する前とかはうわついていけるかなとかすんごい不安でしたね。ああ、いや本当どの学校に入るのもあるあるじゃないですか。はい、だって僕たちも徳山高専入る前多分同じ感じだったんですよ。はい。でも入ったら意外と普通というか。あ、そうなんですよ。で実際どうだったんですか。で実際入ったらもうまあ数ヶ月ぐらいしたらもう割と普通に生活できるようになってたんですよ。ああ、なんだこんなもんかみたいな。あ、そうなんですよ。まあ客観的に考えたら同じ大学院で同じ研究室に入ったっていうことは、まあやっぱり学力とか、まあ、あとその他の能力的にも大体まあ同じレベルぐらいになるはずじゃないですか。まあだからそこに関して不安に思うことって、まあ、全然なかったんだなっていうのは今思います。ああ、杞憂だったんですね。そうですね。ありがとうございます。次行きましょうか。まあ、特に2年間で苦労したこととか頑張ったことってありますか。はい、まあもうこれは言わずもかな、就活就論この2つです。ああ、まあそうですよね。じゃあ就活就論、まあね、ベタですけど、はい、じゃあどう大変だったかっていうのを伺っていいですか。まあまず就活はいつ自分が内定をもらえるかどうかっていうその不安との戦いっていうのがメンタルね。そうですね、めっちゃ心身ともに疲労したっていうのと、うん、まあ就論も、まあ、そうですね、期限までに間に合うかどうかみたいな、そういうなんかハラハラとした疲労感。ああ、そうですよね。まあいろんな人よくね同じ話聞きますけど、やっぱりなんか悩んでもしょうがないって思ってても、そういう風にあ大丈夫かな決まるかなって心配しちゃいますよね。そうなんですよ。あ、わかりました。じゃ、なんか、具体的に、はい、なんか、こういうことが苦労だった、こういうことに乗り越えるのが大変だったっていうのを、なんか、ラフにシンプルに教えてもらうことってできますか。就活に関しては、うん、まあ、やっぱ、周りを頼るんですかね。やっぱ、一人で抱え込むと、うん、どつぼにはまっちゃうんで。ああ、そうですよね。とにかく、周りを頼った方がいいです。ああ、もう一つの、就労の方もそうですか。就労も同じくですね。ああ、やっぱり、優秀な層が多いから、自分でこなしちゃいそうな人が多いと思うんですけど、やっぱりそういう人でも、まあ、変なプライド捨てて、頼った方がいいですか。それは間違いないです。大切なスキルの一つですよ。いや、そうですね。まあ、実際仕事し始めてからって絶対一人で仕事することはないじゃないですか。確かに。で周りと協力しながらやんないといけない、うん、で今のうちにそういうことができていれば、まあ、将来そんなに困ることはないかなって思います。あ、確かに。もう会社入ったら分業でいろんな人が仕事を、ね、分割してやってるので、まあ、協力してなんぼですもんね。そうですね。はい、わかりました。次は印象に残っていることとか、まあ、アドバイスとかがあればお願いしたいですね。はい、そうですね。まあ、就活と就論はやっぱり早めにやってたわけですね。そうなんですね。はい。あ、まあ、高専の卒業研究もなんかね、最後ら辺に駆け込む人多かったと思うんですけど、はい、どうせやっぱり就論も早めにやった方がいいですか。そうですね。実際僕も就論締め切りギリギリぐらいまでもう、せっせこせっせこやってたタイプなんで、
なので大学院にこれから入るっていう人は間違いなくこの就活就論、この2つは絶対早めにやっておきたい。ああ、やっぱ俺ら多分性格的に追い込まれないとやらないタイプなんで。そうなんですよ。まあ、高専生やっぱ7割6割そういうタイプの人ですよね多分。ああ、それは間違いないと思います。そう、テスト前の IQ の跳ね上がり方やばいですから。マジでそうなんですよ。そう、追い込まれた昆虫ぐらい頑張りますからね。はい。うん、そのぐらいの IQ の跳ね上がり方なんですけど、やっぱりその就論と高専の卒業研究の求められるレベルってやっぱ当たり前だと思うんですけど、変わると思うんですけど、はい、なんか表現というか例えでどれくらい変わるか教えてほしいんですか。ああ、そうですね。まあ僕の高専だと卒業研究はだいたいこう A4 1枚がまあ8ページ以上くらいだった気がするんですけど、そうだね。僕の大学院でのその就論はボリュームで言うと A4 1枚でまあ60から70ページぐらい、はあ、もう倍以上に跳ね上がります。やばいですね。でしかも内容もある程度新規性というか、はい、ああ、そうですね、確かに。求められるんですよね。まあそうですね、新規性もだし、プラス、どんぐらいやったかっていう、そのボリュームも求められるんで。ああ、で、ほんと内容が正しいかどうかのチェックもいくつか入るわけですよね、先生から。そうですね。いやー、まあぶっちゃけね、高専の卒業研究なんてね、もう、ぶっちゃけ夏休みの自由研究でもギリギリ許される時があるぐらいなんで、やっぱ就論とは全然違うんですね。ああ、もう段違いです。あ、わかりました。ということで、最後ね、全体的にざっとまとめておいたり、ちょっと言い忘れたことあったかなと思ったら、もう一回お願いします。はい。はい、じゃあまずどんなことをお話ししたかというと、入試対策ですね。まず過去問解いていただいたと。で、研究室見学することがポイントなんですね。はい。なるほど。過去問もやっぱりなければ調達したりする感じですか？ああ、そうですね。もう手元にないんだったら、もう学校に対してこうメールを送って、過去問くださいっていうか。うん、ああ、研究室見学の時になんかね、なんかそういう話もしたらいいですよね。あ、そうですね。あと、できれば研究室見学の時に、もし回答があれば、それは絶対もらって帰ってください。確かに。なんか回答すらないですよね。そうなんですよ。そういう受験生が少ない、ね、過去問っていうのは分かりました。じゃあ次。入った前後でのイメージのギャップですよね。これはやっぱりどの学校に入るの時も一緒で、どうかな大丈夫かなって思うけど、大したことなかったと。はい、そうです。なんで、大学院に入る人は、全然そこら辺に関しては不安に思わなくて大丈夫です。あ、なるほど。やっぱ同期とか、有名大学から編入してきた人ばっかりだったんですか？はい、そうですね。僕の同期は二人いまして、一、うん、人が阪大、で、もう一人が旧高大だったんです。あ、そうなんですね。はい、じゃあ、もう高専と高専専攻科出てったら、まあ、そういう人たちとも、まあ、同期として学校生活を送れるってことでいいですか？あ、そうです。その認識で間違って。皆さんね、自信持っていいんじゃないですか？自信持っていいっすね。はい。ね、ちょっと偉そうに申し訳ないです。自信持っていいっすよ。わかりました。じゃあ次、苦労したこと、頑張ったこと。はい、就活、就論。ちょ、ベタすぎてどうしようかなと思ったんですけど。やっぱり人に頼る。そうですね。あ、なんか、就活で、これ自分分析するときにこういうところが大変だったとかあったんですか？ああ。僕はあんまりもう自己分析にあんま信用してなかった。あ、うん、自分で分析してもどうせ限度あるから。あ、だから僕の場合はもう他己分析って言って、他の人から自分がどう見られてるかっていう分析をして、そっちの方を僕は重視してました。あ、そうなんですね。はい。まあ、自己分析ね、俺ら在学生の時なん僕がちょっとあの提案してちょっとやってたもんね。なんかちょっとかじってましたね。やけん、まあそっちのある程度知ってたし先入観もあっただろうから、うん、そうやってやったんですね。そうです。ありがとうございます。じゃあ印象に残っていることアドバイス、これ就論とか期限があるものは早めに。はい、そうです。あ、具体的最近どれくらい早くというか、例えばもう院に入って、はい、半年したらもうテーマ決めて急いでくださいとかなのか。まあ、そうですね。就活に関して言えば、うん、まあ、大体修士1年目の、まあ、夏ぐらいですかね。夏ぐらいから始めておいたら、まあ、結構その自分が行きたいところにも行ける確率っていうのは高くなると思います。あ、アドバンテージを獲得するならそのぐらい。そうですね。え、でも入ってすぐじゃないですか。まあ、割とそうですね。あ、参考になります。で、就論の方はですね、まあ大体そうですね、就論の提出は2月ぐらいなんです。大体2月ぐらいなんで、まあ書き始めるんだったらもう修士2年の就活が終わったタイミングぐらい、うん、ああ、だから夏前とか、そのぐらいですね。ああ、じゃあそれまではテーマ決めとか実験ばっかりするみたいな。あ、そうですね。まあそれまでにはある程度のデータ集めておいて、でそのぐらいのタイミングになったらこう、そのさらにデータとか収集するのと並行して就論の方も書き始めるっていうことをすれば、まあ、かなりクオリティの高い就論が完成できます。あ、ありがとうございます。あの2年の夏ぐらいまでにはもう書き始めたら早くて、はい、でぶっちゃけもそれまでにはたくさんデータとか取ってないといけないから、始めるならいつでも早く始めるって感じですね。まあそうですね。あ、わかりました。ということでまとめさせていただきました。はい、はい、今回わざわざね、あの塾に来てくれたので、他にもいろいろ尋ねてもいいんですか？もちろんです。あ、じゃあもうしこたまね、もう絞り切りたいと思います。はい、ということで今回の動画終わっていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。
たくさんお申し込みいただいています。先取り学習、差別化計画パック、僕の何万時間って授業してきたノウハウを全部詰め込んでます。正直この講座を受けてしまうと、おそらく入学してきた同級生、もしかしたらね1校への先輩、この人たちを余裕でぶち抜かす。その人たちが何百時間で勉強して手に入れる考え方、ノウハウを一気に手に入れることができます。まあ当たり前ですよね。僕が何十時間何百時間で迷ったり、きつい思いしたり、これどうやって覚えればいいんだろう、これどうやって考えたら一番しっくりくるんだろうっていうのを、仕事や高専生の時たくさん考えあぐねてますから、それを整理して全部お届けしている、これがこの予習講座なんですね。で毎年400人以上受けてます。たくさん嬉しい報告をね受けてます。学年でトップレベルのね順位決めました。中学校の時には負けてた友達にテストで勝ちました。もうクラスのみんなね、もう全員偏差値65以上、それぞれの学校で言うと、まあやっぱり100人中ね20番台30番台には入っている、勉強ねどちらかというと得意だよって人たちの集団の中で頑張りました。僕でもそういう報告をねたくさん受けてます。で、わかりやすいようにね、まあ、いつも通り僕がね丁寧に解説してますし、演習の教材だったり質問も受け付けて、皆さんが挫折しないようにサポートしています。ちょっとね、今自分の実力で高専に入って大丈夫かなって人、今回の動画を聞いて、いやちょっとね春休み時間があるからせっかくだしやってみようかなって人は、せっかくの機会なんでね、ぜひチャレンジしてほしいなって思います。中学までねせっかくいい成績で続いてきたので、高専に入ってもねぜひ活躍し続けてほしいですね。皆さんには、皆さんできる子たちだと思うので、だからこそ高専に行ったらね、なかなかすごいわかりやすい授業ってガクンって減るんですよ。そこでね勉強挫折してしまったりとか、持ってる力を出し切れなくなったりとか、勉強好きだったのに嫌いになってしまうっていうのを想像したくないんでね、この講座で何十時間何百時間のショートカットをして、わかる、楽しい、あ中学校の時のあの勉強ってこういうことだったのかっていう風に、高専に入ったらね伏線回収されるようなこともたくさんあるので、ぜひ楽しんで勉強を進めていってほしいなって思います。概要欄にてお申し込み受付中です。皆様のチャレンジお待ちしております。